조선은 모든 외전부다! 외전부다! 요것이 이랬을까? 나까지 기계를 받아. 안하다 갔다네. 속옷이 안 오고 있지만 없지만 우속 달에 나가시대. 코로나만 있으면도 못하러 엄마치가 됐어요. 일본의 많은 양심적인 시민단체들이 위안부 자료관처럼 우익의 공격을 받고 있습니다. 특히 지난해 말 아베 내각이 출범한 뒤에는 우익의 협박 강도는 점점 높아지고 있습니다. ただそれは立ち位置によって見方によって左の人から見たらもうそれこそ右傾化してるじゃないかっていうでしょ。で本当に右側の人だったらまだまだこれ左だっていうでしょうしね。僕はこれが決して受け方とは思ってません。今まであんまりにも左に偏りすぎてた。やはり韓国に対して私はもっと厳しくすべきだと思います。그러나돌파구가없어보이지는않습니다。친하게지내어모임같이지나친우경화광풍에반발하는시민들의목소리도갈수록커지고있기때문입니다。앞으로한일관계에굉장히많은도움을줄거라고봅니다。그래서특히우경화하고있는일본내부에서사실은제어메커니즘이없는상황에서그런세력들이점차적으로목소리를내게되면좀더밸런스를가지지않을까。특히적지않은젊은세대들이한일관계개선에적극적인것은고무적입니다。あんまり良くないけど、将来は自分たちが大人になる頃にはちゃんと仲良くなって、ちゃんと日本と韓国と仲良くできればいいなと思います。韓国にどうしてほしいっていうことを言う前に、日本をなんとか変えないとどうにもならないと思っているので、なかなかそこまで気持ち意識いかないですけど、韓国の人たちにお願いしたいのは、あんな風にひどいことを言っている政治家とか右翼ばかりが日本人のすべてじゃないっていうことを理解してほしい。日本福島県의한교회。그곳에서만난올해86살의무토키요시목사는기자를만나자마자깊숙이허리를굽히며사과부터건넵니다。그러나과거무토목사는지금과는전혀다른사람이었습니다。태평양전쟁이한창이던지난1944년당시만17살의어린나이에자원입대해적의배에부딪혀자폭하는특공대원이됐습니다。で私がね小指を切って特攻隊にしてくださいと部隊長に出したんです。熱心だったんです。一筋だったんです。普通の特攻隊員とは違ってね全く本気だったですね。매일지옥같은훈련이계속됐지만기쁜마음으로임했습니다。特攻隊に入る前ですね。神様になるために命を捨てると。しかもそれはね荒人神天皇のために命を捨てると。패전뒤에자신의잘못을깨닫기시작했고20년전한국방문당시에일제히만행을알고나서는참회의나날을보내고있습니다。최근에는위안부소녀상의모형을한국에서받아왔습니다。日本政府が壊せということに私は怒りを覚えたからなんです。とんでもない。これを大事にしなくちゃいけないと。무토목사는일본이한국에게사죄할수있는나라가되길바라며매일눈물로간절히참회의기도를하고있습니다。이거는나그도코로나사다じゃないですよ。毎日毎朝のお祈りの中で泣いて謝罪しています。경남 통영시 한산면 매중리
남해바다 한려해상국립공원 끝자락에 위치한 작은 섬 소매물도입니다.